個人名とか。あ例のあれとかね。あ、ピー。ピー。それはピーですね。誰に見られるかわかんないからね。確かに。まあ、ジェンの友達は見るかね。ん？ジェンの友達は見る人いない。いや、わかんないよ。まあ、どこで見つかるかわかんない。どこで見つかるかわかんないから。怖いな。うん、よし、じゃあ、ここは耳にかけたいのな。うん。うん、前髪は自爆しちゃっていいの？うん。オッケー。まあ、うん。で、シャワーはなくていいのね。そうですね、シャワーもう、捨てる。うん、捨てる。邪魔だった。うん。私には不要だった。そう。前髪は普通ぐらいで、うん、普通ぐらいな。あんまり張り切りすぎないようにな。卒業したからもう何でもある。オッケなんか笑っちゃうんだけど。なみちゃんも毎日お家にいるんだろう。うん、暇してる。あ、でも最近なみちゃんとお父さんが仲良くなった。お、本当よかったね。なってるのかな。よかったね。なんかなみちゃんが、うん、かまってくれる人がお父さんしかいない。で、お父さんにちょっかい出すと、お父さんかまってくれるから。自分とお母さんもかまってくれないとか言って。よかったね。いいことあったね、このお休み中に ね、 そうですね。お休みがなかったらずっと仲良くなれなかったかもしれない。仲良くなってた。あれじゃないの、休み中にがっつりツーブロックにしといた方がいいんじゃないの。いや、やめとく。やめとく。やめとくよ。怖い。一応5月31日まで休校になってる。うん、体育祭もなくなって。もうその頃になったらツーブロックじゃなくなってる。いや、やめとく。やめとく。真面目だな。ちょっとやめとく。あ、入学して、そんな目立つのはちょっと、うん、あ、なるほど。ですね。うん、しょっぱなからな。先生とか先輩に目つけられてもな。ちょっと怖いから。うん。江戸学民だって言われたから。縄跳びは家の近所でやるの？屋上で。屋上。そう、姉ちゃん暇だから。うん、風さしてんだろ。いや、ついてきちゃう。どこでもついてきちゃう。なみちゃんはやらないの？うん、本読んでる。あー、そういう感じするな。そう、こっちめっちゃ大変なの。もうハラハラ言ってない、うん、冷静に本読んでたの。頑張ってとか、ね、あ、もうすげえ想像つくわ。のんちゃん頑張って。そう、そう、でも、もう家でも、もうずっとべったりくる、うん、妹みたい。どっちがお姉ちゃんだかわかんない。そう、
もうだいぶスッキリしてきた。うん、めっちゃ軽いもん、あ、体重減るんじゃない髪の毛切ったら体重減る。何グラムかは減るかもね。うわ、いいな。グラムか、うん、何百はいかないか。いかないよ。残念。ほんのちょっとだよ。感じる重さは結構あったとしても、グラム数で言ったらほんのちょっとだよ。うわ、うん、ちょっと期待してきたんだよね。でもさ、問題はさ、体重が何キロ減るかって関係ないじゃん。体型とかさ、確かに見た目の印象じゃん。うん、まあ、走れればいいから。走れないと困っちゃうもんね。そう、走れなかったらただのただの食いしん坊だよ。さすがにやばい、それは。コロナのせいで体育祭なくなって、おでもテストもなくなった。お、良かったでしょ。そう、最高。もちろん休みの間に勉強なんか一切しないんだろう。いや、でもそのあれ、NHK のやつで、あ、テレビ見るだけだろ。いや、でもノートね、1教科1ページちゃんと書いてる。あ、そうなんだ。そう、頑張って。そういうとこ真面目なんだね、結構ね。うん、お姉ちゃんにも言われた、クソ真面目って。でもナミちゃんはもっと真面目だろ。そうでもないの。お母さんどっちの方が真面目？じゃ、バカ正直にやっちゃうのは自分だと思う。そうだね、心配性だから。あー、なるほど。こまめって意外とビビリなんだな。ビビリな。いや、めっちゃビビリよ。ハトが怖い。ハト気持ち悪くない？よくわかんないっす。まあ、走ってるコースにめっちゃハトがいるとこがあって、こう下に行ったら、なんか水とめっちゃ近くて、吊り橋みたいな、なんかなってるとこがあって、でそこ走るといつもハトがね、手すりみたいなとこにいるの。もうそれが怖くて。だって別に鳩だってナミ、ののちゃんを襲うわけでもないしさ、噛んだり刺したりしないじゃん。いや、邪魔してくる、走って。邪魔してくる。こう走ってって、なんかちょっとフェイントかけて、こうシャッシャって飛んできたの。自分の方に飛んできて、もうそれからその道通らないように。なるほど。それはな、鳩がののちゃんを邪魔してんじゃないですか。ののちゃんが鳩の休憩を邪魔してっから、そういうことなんだ。いや、そこにいるのが悪い。本当に嫌だ。いや、ハトはダメだと思う。ハトは大群なの。いや、一匹。屋上で縄跳びやるときハトいないの。いない。もうバット持ってるから、それは無敵だと思って。バット持ってるから。なんでいたらぶったたくの、バットで。そういうわけじゃない。ちゃんと素振りして、縄跳びしてるから。もし来たら、そう、来たらちょっとこう、構えようそしたらカラスがこないで来た。お、逆に怖い。カラスは怖くない。怖い。いや、ハトは気持ち悪い。カラスは怖い。カラスはまあ、あれだね、いたずらしたりするけど、しかし、怖い、怖い。気をつけて。もう、どうぞどうぞって言ってるから、カラスには。カラスにはどうぞ。ハトにはちょっと、対抗してる。汚いもん、ハト。飛ぶときめっちゃ金飛んでるらしい。まあね、もう無理。なるべくなら飛ばせたくないんだけど、避けさせたいの。だから歩かせる。あと、なるほど、刺激しないのが一番。そう、飛ばれると逆に嫌だから。それはのむちゃんが大きな声でしゃべったりさするからね。いや、ハトってなんで寄ってくんだろう。寄ってくんの？寄ってくんの。ほんと。それあれだよ、ののちゃんいつもじゃがりこ食ってっから。そのじゃがりこの粉を食べたくてくるの。食べてないよ。食べてない。食べて。走ってる時はさすがに食べてない。さすがに、もう息ハーハー。ハーハーしてる。邪魔してくるから。
この間鳩が目の前にいて止まっちゃったもん。どいてくれないから。そう。だから遠回りすればいいんだよ、鳩。いや、あの狭いの、そこ、その絶対に鳩がいるとこがあって、うん、そこが狭くて、うん、もう一方通行みたいな感じだから。ああ、そこはもう避けて通れない。そう。もうコース変えよう。もう変えた。変えた。うん、もう昨日変えてみた。うん。そしたらもう最高。最高。鳩いないって素晴らしい。鳩いない素晴らしい。あ、本当にあそこもう明日からもずっと走る。もう二度と鳩いるところは通らない。もう二度と走んない。距離同じだから時間測ってたら同じくらいだから、うんうん、そっちにする。ストレスがこれでなくなったね、一つな。うん。鳩ってさ。うん、首をさ、こう、前、後ろに動かして、そう、それ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 。カラスはさ、うん、あの、ぴょんぴょん、こう、両足で飛びじゃん。よく知ってるじゃん。カラスしてるから、怖いから。あれが嫌なんだよね、あの、前、後ろにこうして。早く歩いた時も早くこうやって出るからね。もう、もう何してんのって思う。それがちょっと気持ち悪いわけだ。そう、カラスは、タンタンって、なんか、かっこいい。うん。から、本当に、鳩は嫌い。ハトに食べられる夢見たし、あ、それはまずいな。うん、いや、もう 100匹、100はいた。ハトが嫌いすぎて夢にまで見ちゃった。夢に出てきた。うん、気持ち悪かったな。よし、やばい、ちょっと何やばい。ハトの話。あ、ずっとどっかとハトの話。ハトに食べられる夢の話とか。ちょっと変な話しかしてないわ。でもいいじゃん、あの話じゃなくて。最近会ってないの。あ、そうなの。あ、そういうこと言うと何の話とバレてるの。名前出さなきゃいいかどうか。かわいい。もういい感じやね。最高、うん、最高っすね。でまだ終わりです。で中学行くほど厳しくなさそうなんだろう、コース。うん、全然中学がひどい。ひどいか。そう。
そう。前髪も長すぎたら注意されるぐらいで、うん、全然もう最高だよ。人間らしい前髪でいいよね。もう人間らしい前髪でも。かつて非人間的な前髪じゃなきゃ理想なかったからね。そうっすね、うん、違う中学の方にバカにされてたもん。ほんと、ねえ、私みんなこんな短いのよとか言って、うん、あ、ソフトで会うこと。そう、集合写真とか見せたら、うん、いや、みんな短いみたいなでもその中学ではそれが普通だったんだろうな。そう、で、2ブロックダメ、アシメトリダメ。そう、うん、ウォーズマンは OK だったんだっけ。ウォーズマンはもう OK、 OK だったんだっけ。模範的だったんだっけ。模範的、うん、おかしいよね、うん、ウォーズマン模範的はすごいと思う、うん、超個性的じゃんだよね逆に目立っちゃうけど、学校の中じゃ全然目立たない。短いから。そう、そうだ、ね、のろちゃんせっかく制服で来てくれたけど、またお手伝いしてほしいことがあるんですけど。ああ、全然大丈夫ですよ。今日はロットを片付けるんじゃないです。今までやったことない仕事かな。タオルもやったことある。やったことないからな。今日難易度高い。液体無理。そうだった。液体はダメだったんだったの、ののちゃんは。液体を容器から容器に移し替えるのは絶対ダメだよね。あ、厳しいかもしれない。うん、いや、でも成長。高校生になったからな。そうなんだよね。うん、まだ全然実感も開かないけどね。一、うん、回も行ってないから。初めて制服着たし。初めて制服着たし。外で歩いたのは初めてだし。ランニング以外で。ランニング以外で。ランニングとレース以外で。うん、ソフトボールやったし良かったと思った、うん、だって自粛中暇だもん。そうだな、ソフトとかもなかったら、うん、ただ家にいるのは無理だから。ナミちゃんみたいに読書が好きとかさ、楽器が好きとかだったらいいけどな。そう、ナミちゃん読書好きなのかな。好きなんだろう。なんかやることないから仕方なく言ってんのかな。なんかレポートみたいな書かなきゃいけないみたいな。あ、そういうことか。なみちゃん今ゲームにハマってるから、動物の森。おお。スマホで？うん、スイッチ。スイッチか。そう、スマホではできないか、動物の森は。え、でもあるらしい。へえ。任天堂スイッチね。そう。モノちゃんゲーム全然やんないの？やんない。あんま好きやない。うん、ゲームするぐらいなら縄跳びしてた方がいい。飽きちゃう、うん、そう飽きちゃうんだよね、ゲームとか。うーん、1日じっとしてらんないしな。そう、うん、じっとしてらんないし黙ってらんないし、ゲーム向いてない。家で筋トレしてないもん筋トレか縄跳びか素振りしてた方がいい。素振りして走ってたまに友達とソフトして、あ、意外とね、楽しいんだよね。意外と充実してる。みんななんかゲームしかやることないとか言ってるけど、うんうん、結構筋トレも趣味あるし。半身浴始めた。ほんと半身浴楽しい。半身浴始めました。始めました。半身浴いいよ、めっちゃ汗かけるし。汗かきたいんだね、やっぱり。汗かきたい、痩せるし。そうだ、マイブームだわ、半身浴。
筋トレは何するの？筋トレはなんか YouTube で、うん、なんか筋トレのやつ調べて、うん、いろんな種類の、うん、腕立てとか腹筋とかだけじゃなくていろんな、うん、そう。それでまたふくらはぎやししゃもみたいになってくる。そう、どんどん鍛えられる、うん、太ももがもうすごい。そうだよね、競輪選手みたいなもんね。そう、ちょっと下向いて。お母さんもうちょっと待っててね。感じだね。Yes. Yes. 軽いもんもう絶対体重減った。はい、ぐる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 。ああ、いいですね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 。はい、反対。ぐる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 。ああ、いいですね。はい、じゃあホームラン打ってください。ホームラン。はい。カキーン。サンキュー。何この茶番。ちゃんとホームラン打ってたよ。会心の当たりだったと思うよ。会心の。うん、場外ホームラン。よかったよかった。こっちにもいっぱいあります、うん、こっちからこっちから。うわ、なかなか切っております。なかなか一箇所に集めて。はい、はい、オッケー。じゃああっちに入っちゃっていい？イエス。